マレシャル駆逐戦車は第二次世界大戦中にルーマニア陸軍の開発した駆逐戦車である。強く肥大軽視を意識した設計が特徴であった。本車は車体前方に 75mm 砲を持つ戦闘室を構築し、後方に機関室を設けた早期式の駆逐戦車である。走行圧はメートルからメートル程度であるが、この走行は ヘッザーと類似する左軽視形状を持っていたものの、全面装看板の傾斜走行はかなり急角度で、これで薄い走行圧をカバーして防御力を稼いでいる。車体最前部にトランスミッションを置き、車体全部中央にルーマニア国産の M1943-75mm 対戦車砲を配置した。砲を取り付け基部にはドイツ駆逐戦車、または ソ連軍事双方に見られる、鋳造式棒立てを用いず、平滑なスライド式の装甲板を用いた。砲中隊複座用のシリンダーは、後半でカバーされている。全面層甲板はボルトによって、内部フレームと結合しており、取り外すことができた。車体後部のエンジンが出力する、駆動力は床下の駆動軸を介して伝達された。 車体全部は操縦室兼戦闘室であり、ここにすべての搭乗員が位置する。乗員は3名が登場し、前方から見て、車体左側に操縦手席が存在する。砲手は操縦手の背後に位置し、社長兼操店主は砲を挟んで右側に位置すると推定される。操縦手には前方を視察するためのバイザーが用意された。バイザーはヘッザーのものと類似しており、 正面走行に開口して装備される。砲手のために、戦棒橋式の標準機が、戦闘室の天井に装備された。また戦闘室上面は、左停止を重視した、設計のために面積が細狭くなっており、この後部に一つだけ搭乗用のハッチが設けられた。搭乗員三名はここから出入りした。ハッチの後部には、冷却義用吸気ルーバーが設けられている。車両の後部には、 エンジン点検用のハッチ、冷却機排気口、マフラーが装備された。試作車両 M-05 第一次世界大戦後のルーマニア陸軍の気候兵力及び、それを支える工業基盤は貧しく、1919年に導入したルノー FT17 を1937年の段階でも配備しているという状況であった。この状況を改善するにあたり、ルーマニア陸軍は、 飛行戦力の自国生産よりも、走行車両の他国からの導入を選択していた。導入先は、当時世界の軍需産業のトップクラスに位置した、チェコスロバキアが主であり、R-1 メ戦車、R-2 中戦車を導入した。また、フランスのルノー R35 も一部に導入された。第一次世界大戦後、ルーマニアは、領土的問題からドイツに接近した。 第二次世界大戦では、数軸側に参加し、ドイツの協力のもとに気候化が図られた。しかしながら、ドイツも、また自国の戦力を生産することに、工業力と国力を傾注しており、ルーマニアに対する支援は、父としてはかどらなかった。当時のルーマニアにとり、当座に利用できるものは、ソビエト連邦から路獲した、装甲戦闘車両及び火砲しか存在せず、 M1936-76.2mm ヤホーと T-60 軽戦車を組み合わせたタケイム T-60 また R-2 中戦車に M1936-76.2mm ヤホーを搭載したタケイム R-2 が開発されたこのような特殊な政治的影響力、国力、工業力の状況において マレシャル駆逐戦車の開発は1942年12月に開始された。マレシャルは元水の意であり、これはルーマニア国家指導者イオン・アントネスク元水にちなんでいる。開発にあたってニコラエ・アンゲル少将とギョルゲ・スンボティン技術大佐が研究を担当し、改修はロジファン社で行われた。設計は工業力の問題から、 軽量小型で機動力を重視した対戦車車両を目標とし、既存の砲と車両を組み合わせて試作が行われた。まず、T-60 の車体から砲塔を撤去し、車体に回収を加えた上で、ソ連製の 122mm 榴弾砲及び 7.92mm 軽機関銃を搭載した車両が製造された。形状の詳細は不明であるがこの段階で、 マレーシャル駆逐戦車の特徴となる、亀の工場の停止性と、良好な被弾軽視が付与されていた。エンジンは、フォード V8 エンジン85馬力、走行変速機は、フォード製、走行圧は 20mm から 30mm で、ある。試作車両 M-00 は、1943年6月30日に、スロボジア近郊のスリッツハ試験場で試験を開始し、結果として、 発砲の衝撃に、砲座のボルトが損傷すること、車体の効力不足などが判明した。走行試験でもエンジン出力が不足し、離帯が滑る、傾向があった。これらの欠点にもかかわらず総合的な将来性から、研究は継続された。1943年8月から10月半ばに、かけて研究が進み、増加試作車両 M-01。 M-02、M-03 が製造された。これらは T-60 の車体を利用し、乗員は2名、エンジンに120馬力のビューイックを使用、トランスミッションはオペルブリッツを用い、主砲に 122mm 榴弾砲を搭載したものである。試験において搭載砲を、ルーマニア国産の M1943-75mm 砲へ変更する案が具申された。 この法はソ連の 76.2mm 法を参考に開発されたものであった。量産に際してルーマニアの工業力では調達できない部品が多く存在し、これらはドイツのメーカーもしくはドイツ占領下の企業から入手を図った。1943年12月、アントネスク元帥はヒトラーと会見し、部品の入手について打診した。 1944年1月6日には図面による説明が行われた。ヒトラーはこの車両について強い関心を抱き、この車両のドイツへの導入も検討した。結果として、マレシャル駆逐戦車のコンポーネントには38戦車の、それを用いることが決定された。この間に、T-60 のコンポーネントを用いた M-04 が完成。 これは120馬力を出力するオチキス H39 用エンジンを搭載し、武装は国産の7 5 m m d t u アナンバー2 6対戦車砲を採用した。この車両はドイツ軍関係者の立ち会いのもとで射撃試験に耐えて良好な性能を発揮した。ルーマニア国産の 75mm 砲は射程 500m で 100mm の装甲板を貫通する威力を持っていた。 M-05 及び M-06 のエンジンとトランスミッションは、フランスのオチキス車製、無線機、小準機は、ドイツ製、走行装置と離体は38戦車の流用であった。完成は1944年5月であった。6月に行われたアントネスク元水立ち合いの試験では、3号突撃砲と比較を行い、射撃性能、取り回し、速度、途半性能、 超豪、超包み能力において、スリー,ー突撃砲を上回る成績を挙げた。マレシャル駆逐戦車の量産は1944年3月3日に準備が開始された。9月までには、月産100両が予定された。生産予定数として、ルーマニア陸軍は、本社を1000両生産するよう指示している。生産車両は、第2走行師団の代替が受領する予定だった。 また本社30両を装備する対戦車大体32個の編成が予定された。ルーマニアは装甲版を製造する工業力に欠けており、本社の量産に際してはドイツの工場から装甲版を供給される予定であった。マレーシャル駆逐戦車487両分の装甲版は砲合戦車70両の装甲に相当し、これは大した量ではないと、 ドイツ側には見なされたものの、1944年4月7日、工業力の不足と生産能力の見直しのために、装甲板が供給不能であることがヒトラーに報告された。5月に、ルーマニアの被った工場と鉄道に対する爆撃も、また、戦車生産の大きな遅延を余儀なくさせた。また、連合軍のフランス解放によって落ちキス車のエンジンと、 トランスミッションの入手が不可能になったため、エンジンはプラガ製に、トランスミッションは国産のロジファー社製に変更される一幕もあり、量産化に相互をきたしている。1944年8月23日には、ルーマニアが降伏し、9月26日以降、マレシャル駆逐戦車の開発と生産は中止された。なお、ルーマニア人は、ヘッツアーを 本社の設計図を元にして制作されたと信じているが、実際のところは不明である。ありがとうございます。